はい、時刻は午後、10時を回りました。お届けしているのは35ミリと APS-C と愉快な画角たちフォトンジュスタジオでございます。はい、この番組は、カメラマンのユータムロンと、アシスタントのヒイラギアカネちゃんと、僕ミキサーの、キャノンでお届けする番組なんですけど、アカネちゃんちょっとね、体調不良で今日お休みということで連絡ありました。で、ゆうたくんはね、まあもともとね、お仕事入ってるからお休みですよって連絡あったんですけど、まあ昨日ね、なんか参加できそうって言ってたんで、今まで待ってたんですけど、なんかまだ来てないので、もしかしたら、私キャノンが今日一人でお届けすることになりそうな雰囲気で、ちょっとドキドキしております。ということで、まあいろいろ、まあ一人でも、まあできるように、考えてはいたので、まあ、新しいカメラの紹介とか、そういったものも含めて、今日は1時間お届けできればなと思っております。はい、ということで、先週の振り返りですけど、先週はですね、FM ギノワンハロウィンウィークお届けしましたね。ということで、僕も、出勤する火、水、木、金の4日間、日替わりの、コスプレをしまして、いろいろやったんですけど、まあ、ラストをやった、沖縄リベンジャーズの具志堅、東京リベンジャーズのドラケンに似せてちょっとやりましたけども、そうなんですよ。大河君にね、深夜、マッキーで油性ペンで、タトゥーを額に書いてもらって、で当日、ハロウィン当日31日に琉球ドラゴンプロレスのイベントがあったんで、そっちでもちょっと同じことやろうと思ってたんですけど、なんとあの後で家に帰って、まあワックスで髪を金髪に染めてるので、それを落とそうと思ってシャンプーをすると、綺麗さっぱり全部消えちゃってですね、はい、当日結局、タトゥーがない状態で。で、もともとは、この1週間に備えて、タトゥーシール注文してたんで、まあ、本当はそれでね、まあ、いろいろとコスプレする予定だったんですけど、それがなんと届いたのが、11月1日の夕方という、ハロウィン終わってるやないかーいというタイミングで、なんとタトゥーシールが届きました。これはまたね、なんか機会があれば、また使いたいなと思ってるので、まあ、今後、また僕があの格好をする機会があるかもしれません。ということで、今日はですね、僕一人でお届けすることになりそうです。今日もコメントありがとうございます。ブリミーさん、こんばんは。あれ？一人ですか？ということで、そうなんですよ。もしかしたら一人かもしれない。シュプリームさんも、こんばんは。あら、ワンオペと。カポーイさん、今日キャノンさんお一人ですか？ツーリズムラボという、今日海外系がといい、今日お客さん大活躍ですね。ということで。ありがとうございます。今日はね、多分僕一人で1時間お届けすることになるかもしれませんので、皆さんぜひね、メールとか、メッセージの方お待ちしております。どうかご協力ください。よろしくお願いします。そこでですね、メールの方は、797@fmgino1.com、797アットマーク fmgino1.com まで、愉快な画角たち音中ということでお送りください。写真も募集しております。リスナーの皆さんの写真を紹介しながら、この番組進めてまいりたいと思っておりますので、ぜひメールの方で写真も送っていただけたらなと思います。はい、もう一度メールアドレス797アットマーク fmgino1.com、797 ginowon.com まで。はい、ということで、ブルーミーさんが久々にカメラの話をとリクエスト来ておりますので、それも含めてね、ちょっと今日はやっていけたらなと思っております。はい、ということで、1時間、この後お付き合いいただきたいと思いますので、皆さんどうかよろしくお願いします。オープニングはこの辺にして、早速ちょっと1曲目、今日は紹介して、CM に参りたいと思いますので、よろしくお願いいたします。今日の1曲目、最近僕ハマってましてね、昔から結構好きなグループなんですけど、日本での唯一、EDM、ゴリゴリの EDM やってる、グループですね、紹介したいと思います。CTS で Love the Past, Pray the Future。
ちょっとカメラ撮ってきます。少々お待ちください。おー、じゃあお待たせしました。サーバーから接続されました。 YouTube 少々悪いのかな。じゃあ今日はツイキャスの動画を YouTube に載せたいということで、 YouTube のライブ配信は今日はお休みします。WAN.com こっちから表示が見えないのよね。アドリブで言っちゃいましたからね。見てくるの神経質でしょ。寝坊したんだ。よし、ゆうたくんから連絡来ました。寝坊したそうです。なので今日は僕一人でお届けしてまいりますよ。
団地スタジオ。時刻は、午後22時、12分を回りました。お届けしているのは AP、APS-C が言おうとしてた35mm と APS-C と愉快な画角たちフォトンジュスタジオでございます。はい、本日は、じゃあ僕が、一人で番組お届けしてまいりたいと思いますので、どうかよろしくお願いいたします。はい、早速ですけど今日メールが来ておりますので紹介したいと思います。ちょっと待ってくださいね、表示しますよ。はい、アカウントを切り替えて、はい、ではメール来ておりますので読みたいと思います。ちょっと下だと見にくいな、こっちで読もう。はい、俳人女体評論家の、赤根氏、放送事故で、免停中のタムロン君、ガジェットオタキャノン君、こんばんは、不思議の国のアリス川です。どうもありがとうございます。シプリームさんいつも、はい、SNS を見ていたら衝動が抑えきれず、今週は終わりが近い秋を満喫しに茨城プチ旅行と、福島、プチ旅行に出かけ、合わせて1000キロもの、運転をしたので、おっさんお腰ボロボロ、夜の方は控えてます。エッチーなことなんてしてへんわ。ってことで、さっき、帰宅して慌ててレタッチした、福島の、南会津にある、かやぶきの里、大内宿の画像を送りつけちゃいます。茨城も、日本最大級の、バンジージャンプで有名な、これは龍神大吊り橋ですかね、龍神大吊り橋や、日本三大名瀑、素晴らしい滝って見ねーということで、の一つ、福田の滝の画像もあるけど、また後日ねということで、どうもありがとうございます。では表示してちょっと紹介したいと思います。これさっきね、昨日はツリズムラボの時にも写真見させていただきましたけど、本当にすごい素敵なお写真です。皆さんもぜひ見てみてください。いやー本当にね、この色合いね、 CG じゃないかなって思うぐらい、この後ろの山の赤さと空がまたブルーなんですよね。これすごい素敵な写真だな。そしてこの森の中から撮ってるから、この全体的に緑なんですよね。でまた紅葉がね、あの赤だったりオレンジだったり黄色だったり、このいやー本当に風流ですね、素晴らしいです。でまたこのシュプリームさんのこの空間の切り取りで、真ん中がね丸くね、あの絵が入るようにして、あの日の丸ポーズ、これ本当に素敵だと思います。ここでナルドラさんもこんばんは、一人、遊び放送お疲れさんやねーということでありがとうございます。はい、ではお次の写真。はい、いやー本当にね、こういう景色っていうのは沖縄にはないんですかね。かやぶき屋根の、建物がいっぱいあって、そこにまたまっすぐの、舗装されてない道がありまして、でまたね、あの庭の方に植えられている木々とかも綺麗ですね。はい、やっぱ紅葉とかって沖縄で見れないんでね、こういうあの自然を撮影するっていうのは本当に羨ましい限りでございます。で後ろの山、若干雲がかかってるんですかね、あれは霧ですかね。はい、この霜がかかってる感じ、ちょっと白っぽい感じと、でまたちょっとあの紅葉で赤いところ等々、まあ、グラデーションがすごい素敵ですね。で雲の反射がこう赤くね、この朝焼けでしたよね確かね、この朝焼けのこの赤いオレンジの雲と、でまた空のこのブルーのこのコントラストがねすごい素敵ですよね。はい、ではお次の写真いきたいと思います。はい、これまた先ほどの、ちょっと位置を変えた撮影でしょうか。1枚目もねこう真ん中ちょっとくり抜いた感じでやってましたけど、これもまたちょっと木々との間からのお写真ですけど、やっぱ遠くがこうぼけてうっすら見えてるんだけど、でも本当にこの紅葉の色の違いだったり、日の光の当たり方だったり、いやー
これはな、実際にやっぱり見てほしいので、ラジオでお聞きの方はぜひツイキャス、 YouTube ライブの方、あ、すいません、今日ちょっと YouTube ライブがですね配信止まってたので、ツイキャスの方でですね、あのぜひご覧いただきたいと思います。もしあの YouTube の方はまたツイキャスの動画を後ほどアップしますので、そちらの方でまた楽しみいただければなと思っております。いや、これ絶対見た方がいいですよ。沖縄ではこんな景色本当にないので、いや、すごい素敵ですね。では次の写真いきます。なるほど、これは川が流れている、左の方に鳥居も見えますね。で、真ん中に、建物、かやぶき屋根の建物があって、この本当に手前の方に川、小川が流れてるんですけど、この石での縁石ですかね、これがいい具合にラインを取ってて、まあ、すごい対比ができていいですね。で、また空が青い。これちょっと日が少し昇った時のお写真ですかね。真っ青な本当に空と真っ白な雲、その下に広がる紅葉で、オレンジ色に染まった山々と、この手前のね、この岩についてる苔の緑とかね、すごい鮮やかで綺麗ですね。また小川のね、この流れてるこの躍動感も分かってすごい素敵です。本当にこういうお写真撮りたいな。はい、ということでお次の写真、ここはまた、全体的にちょっと黄色いです。イチョウですかね、それとも銀なんですかね。僕たち、まあ沖縄の人にとってはちょっと何、よくこの種類まで分からないんですけど、全体的に黄色い木の下で、撮ってて、また今度はかやぶき屋根では、これ屋根が青いですね。レンガか何かなのかな。はい、これは神社でしょうか。本当に、階段の、まあ、横はスロープなんですけど、真ん中に階段が、小さな階段があって、このまっすぐ登った先にある建物がですね、アクセントとなってすごく素敵なお写真です。で、下に落ちている葉っぱとかもやっぱ黄色いせいか、全体的に黄色の中に青が差し色で入って、奥にちょっと透けて見える赤い山とかですね、やっぱこの季節ならではの素敵な風景ですね。はい、ということで以上、お写真はこれで全部ですかね。シュプリンさん、いつもありがとうございます。素敵なお写真、いやー素敵ですよ本当に。僕もこういうお写真を撮りに旅に出たいものですけどね、なかなか沖縄から離れる機会もなく、はい、まあ、自分で遊びに本土に行きたいななんてもう思ってますけどね、はい。お、シュプリームさんコメントで、イチョウです。前回行った時は、落馬して黄色い絨毯やったけど、今回は早かったなということで、あ、やっぱイチョウだったんですか。すごい素敵ですね。沖縄イチョウがないんでね、黄色い葉っぱってね、なかなか見ることがないんですけど、いや、紅葉ってほんと素敵ですね。いやー、もうさっきから素敵ですねしか言ってないんですけど、ああいう色合いの景色に囲まれて旅をしたいっていう憧れはずっとあります、はい、できたらね、素敵な女性と一緒に旅をしたいなとも思ってますけどね、はい、そういう方は募集中でございます。じゃあ今日は、私一人で、この放送をお届けしてまいるということで、早速今日はこれいきたいと思います。僕のカメラ特集ということで、本日は自分のカメラ、持ってるカメラちょっと紹介したいなと思っています。って言いますのも、前から持ってるカメラもあるんですけど、ちょっとね、また新しく買ったカメラがあって、まだ全然紹介できてなかったんで、せっかくの機会なんでこれを紹介したいなと思っています。カンポーイさん、なんか最近ラジオで聞いたけど、沖縄も、離島行ったら紅葉するところあるみたいよってこと。そうなんですね。あるのかな。あ、まあ、木の種類によっては多分、でも沖縄は紅葉っていうか、琉球松がなんか松食い虫にやられて赤くなってるのが紅葉だって勘違いすること結構よくあるなんて聞いたことありますけど、まあ、それはちょっと詳しく、はい、また調べてお伝えしたいと思います。で、今日の、カメラなんですけど、まず1個目、今まず僕が使ってるカメラから紹介しようかなと思います。こちらのカメラですね、はい、画面に見えてる
そちらの、画面の向こうの皆さんはこちら見えてると思います。これは QX1 というソニーの APS-C センサー内蔵の一眼レフカメラです。はい、見た目がですね、ただのレンズです。はい、黒い筐体、今レンズフードをかぶってるんで、あの真っ黒なんですけど、こちらね、本当にレンズにしか見えないんですけど、これ自体が一眼レフカメラという、そういうカメラになっています。これがどういうものなのかちょっと紹介したいと思いますので、ソニーの製品ページちょっと表示しましょう。ソニーの製品ページでね、まず1個目、これ僕が今メインで使ってるカメラなのでちょっと紹介していきたいと思います。はい、こちらですね、ソニーの QX1 レンズスタイルカメラという風な形で出た製品でして、他にもね QX シリーズいっぱいあるんですけど、他はレンズ交換式じゃないんですよ。1型センサーの、モデルと、あと一つ普通 の、 あのデジカメ用センサーのモデルがあって、この QX1 は後から出たんですけど、レンズ交換式のね APS-C センサー内蔵のカメラとなっております。なんでこれレンズみたいな形をしてるかっていうと、非常にコンパクトが売りだったんですよ。とあと一つ、これもともと設計思想がスマホと連動させて使いましょうというカメラです。スマートフォンがね、割と優秀に使えるようになってきた段階の時に、スマホのカメラってまだまだ全然、写りが良くなかったんですよ、その当時。まあ、2000万画素を超えてるカメラが内蔵される時期ではあったんですけど、やっぱりセンサーサイズがちっちゃいんでね、写りがやっぱりちょっと今みたいに綺麗ではなかった。この写った写真をAI が処理してくれるとかっていうのもまだまだだった時代だったので、まあ、そういう時に、コンパクトデジカメでちゃんと撮影できますよとか、あとこういう、一眼レフカメラでちゃんと綺麗に撮影できますよっていうのを売りにしてたカメラです。じゃあなんでスマホと連動させることに重点を置いたかっていうと、このレンズスタイルカメラを使ってスマホが一眼レフカメラになりますっていうコンセプトが今僕が使っているこの QX1 というカメラですね。はい、このカメラちょっと見ていきましょう。特徴ですね、はい、いろいろあります。もともとはパワーズームレンズっていうのがついてて、僕今つけてるのは 50mm 単焦点をつけてるんですけど、電動のねパワーズームレンズが内蔵されていて、販売されてたカメラになります。特徴 E マウントレンズで、交換が表現自由、交換で表現の領域が広がりますという売りですね。はい、ソニーの E マウントレンズって今すごい豊富なので、まあ、当時はまだちょっと高かったんですよね。まあ、当時はまだちょっと高くて手出しづれえなっていうのもいっぱいあったんですけど、今ソニーはもう本当にレンズが充実してるのですごくおすすめです。この QX1 もね、初心者にすごい向いてるのが、ファインダーとかがついてない。なのでコンパクトにレンズの形をしたカメラになってるんですけど、スマホで、操作することが前提になっているので、Wi-Fi で、このカメラ本体とスマホを連動させてですね、スマートフォンをファインダーとして使うことになっています。なので、スマートフォンの大画面で、この写真を確認しながら撮影ができるという製品なので、初心者からしてもすごく使いやすい、とてもいいカメラとなっているので、興味のある方はぜひ、検索してみてください。いまだに中古製品とかね、意外とオークションとかでも出てたりするので、まあ、ちょっとカメラやってみたいな、でもなカメラって難しいんでしょうなんて思ってる方は、意外とねこの QX1 一眼レフなので、まあ、多少のマニュアル操作もできるんですけど、まあ、ほぼオートで使うことが多いです。どうしてもスマートフォンの方で、細かい設定をするので、なかなかね、このスマートフォンの、中で細かくいろいろ ISO 感度だったり、シャッタースピードだったり、っていうのを全ていじるのはちょっととても難しいので、結構簡素化されているので、その分初心者にはすごくいい、機材となっております。シュプリームさんから、マニアック隣で撮影してたらガン見してまうわと、ピントはスマホの液晶タッチが使えるのということで、シュプリームさんいいとこついてますね。そうなんです、これこの QX1 はスマホのタッチでピントが取れます。はい、なので顔面とかですね、その人にピント合わせたい人の顔をタッチしたりとか、まあ、顔の認識機能もあるんですけど、
合わせたいところをタッチするとそこにフォーカスが行くようになっているので本当に便利です。ナルトさん、これはいいものだと。ありがとうございます。ちょっと進めていきましょう。結構ちょっと昔の、昔って言っても 5,6 年ぐらい前の製品になるので有効画素数自体が、2010万画素の APS センサーが内蔵されております。XMOA ですね、あの利面照射型の、ソニーの開発した CMOS センサーが入っております。結構ね、あの APS って大型のセンサーになるので、あの本当に、いい写り、まあボケ感を出したりとか、あのまあ35ミリほどではないですけど、まあスマホに比べれば本当にね、今のスマホと比べても写り自体はすごく綺麗に写ります。はい、なので結構おすすめです。次の方行っていきましょう。で、暗所や逆光でも撮影に便利なポップアップ式の内蔵フラッシュがついてます。この内蔵フラッシュが結構いいんですよ。小型で光量は確かに弱いんですけど、弱いからこそ、この内蔵フラッシュポップアップで出てくるんで、指で動かして、バウンス撮影、天井に当てて天井バウンスとか壁に当てて、あの壁のバウンスを使って撮影したりとかっていうのが可能です。また、光量が少し弱めなので暗い場所で撮った時に、白飛びさせない、あんまりこの必要以上にフラッシュをたかないっていうこともできるので、割と僕はこのカメラ写真を撮るときは結構このカメラよく使ってます。はい、新しいカメラ買ったって言ったんですけど、これ結構 Vlog って言って動画用で買ったんですけど、こっちも一応写真機能いいんですよ。ただやっぱり手軽に綺麗にちゃんと撮れるで、結構使い込んでるんで使い方がわかるので、こういう本当にね、初心者の方には絶対おすすめできる素敵なカメラとなっておりますので、皆さんぜひね、よかったらちょっとチェックしてもらいたいと思います。はい、その他の機能とかいろいろあるんですけど、今簡単にね、お伝えした中で特に1個、これはお伝えしたいなっていうのが、この QX1 レンズ型カメラってなってるんですけど、実はですねこれ動画も撮れるんですよ。この APS-C センサー内蔵での動画っていうのが撮れるので、しかもフル HD の動画が撮れるので、割と結構綺麗な動画が撮れます。ただ今の動画性能に比べると確かにちょっと弱いんですけど、フルハイビジョンの、MP4 ファイルでの形式ですね、それのフルサイズ、フルハイビジョンの動画が撮れます。ただ動画のフレームレートが 30p ということで、少しね今の時代だと携帯でも 4K とか 8K 撮れたり、あとフルハイビジョンの動画撮るときに 60p っていう1秒間に60フレーム表示できるような撮影ができる機種も増えている中、 30p ちょっと物足りないんですけど、逆にねちょっとシネマティックに撮るような撮影とかには向いているのかなっては思います。あとでこのマスキングかけたり、あとこのちょっとフレームレート落として使ったり、印象的な動画をメインでやりますよって方は結構簡単にね、このフルサイズ APS-C サイズ のボケ感のある動画を簡単に撮れちゃったりするので、これは本当にいいと思いますね。僕もだからキャンチャンネルってFM ギノワンで、動画のこのプレイリスト作ってやってますけど、あれはほぼほぼこのカメラで撮ってる動画を元に、作成しております。ボケ感っていうのはね結構いいと思うので、皆さんぜひねちょっとチェックしてもらいたいんですけどね、キャンチャンネルの方も、そちらを見ていただくと、どれぐらいのクオリティの動画が撮れるのかな、ちょっとやっぱりスマホとは少し印象が違うクオリティの動画になってると思うので、でまたこのカメラっていうのはレンズ交換式ですから、印象的な、僕普段結構ねこちらの50mm 単焦点使ってるって言いましたけど、これってね APS-C で使うと 75mm 換算なので結構な望遠なんですよ。ただこの望遠率高い中でこのやっぱりボケ感がすごいんで、 F1 も 1.8 ということで結構明るめのレンズなんで、被写体深度とかね結構強めに出るので、これで撮影すると後ろがすごいボケて、しかも光とかあるとね玉ボケが結構綺麗に出たりとかして、印象的な動画が作れるので割と気に入って使ってます。ただ
ちょっと防音になると弱いのが、これマイク、ステレオマイク一応内蔵されてるんですけど、近い距離で撮影する、まあ、結構、まあ、コンパクトな、16mm とかの半径機レンズですね、ああいったものを使って撮影すると、まあ、動画として結構綺麗にあの声も入りますし、まあ、被写体しん、まあ、このボケ感のある、動画も撮れるんですけどね。ただちょっとマイクが少し弱かったと。だから僕はちょっとこのカメラではキャンチャンネル運営するにあたってやっぱり僕の声がちょっと届きづらいな、だからちょっとテロップを結構足してこの、まあ、動画の中で伝えたいことを表現するみたいなことを結構やってたのでちょっと物足りなかったというところで、まあ、今回ですね新しいカメラを購入したっていうのがあります。はい、コメントいっぱい来ております、ありがとうございます。ひふみさん、いつも、それぞれ出演者撮るのよねということで、そうなんですよね、これこのカメラで、まあ、FM ギの出演者を撮ったりとかして結構やってます。それ俺も欲しいと、ひふみさんね、このカメラだったら本当に始めやすいと思います。レンズとの、モニターも別にできるしね、そうなんですよ、スマホをモニターにしてるの でしかも Wi-Fi でつながってるので結構このスマホとカメラつなげる必要もなくて、手元にこうやってスマホを持ってですね、カメラ別で持って撮影なんていうのもできるし、あと自撮りなんかやりやすいですよね、こうやってモニターでこうやって確認してっていうのもやりやすいです。あとこちらのカメラ結構フリーで動かせるので、めちゃくちゃローアングルとかめちゃくちゃハイアングルとかそういった使い方も結構可能なので、割と変わった写真が撮りたい方っていうのはいいカメラになってます。結構工夫でいろんな面白い写真が撮れたり動画が撮れたりするので、はい、ここで進撃のめいちゃんも来ていただきました、ありがとうございます。キャンノンちゃんこんばんは、今イヤホンで聞いてるけどツイキャス片耳側しか聞こえないよ、そうなんですか、他の皆さんはどうでしょう、今僕のモニターで見てる限りはそういう異常は出てなさそうなんですけど、ちょっと皆さんのメッセージ待っております。ここで、BGM 切れましたのでそろそろ、CM のお時間ですね。では、後半はですね、今僕が現状で今使っている、この QX1 というカメラを紹介したので、じゃあ今度は次、僕が最近買った新しいカメラ、この ZV-E10 というカメラについてご紹介したいと思いますので、皆さんぜひ後半もお聞きください。では、早速、曲の方を紹介してまいりたいと思います。1曲目と、引き続きですね、僕の好きな、CTS から、僕がこのグループを知ったきっかけになった、曲をお届けしてまいりたいと思います。とても素敵な曲です。では聴いてください。CTS で Beautiful Love the World。ということで、どうでしょう、ツイキャスの皆さん、片耳しか聞こえませんか？あ、テスティス。チェックしてみますね。ブルーミーさんはスピーカーで聞いてるからわからん。あ、テスト、ちょっとじゃあテストしてみます。ツイキャスどうなんでしょう。本当に片耳にしか聞こえないのかな。あ、聞こえますか。どうですか。聞こえますか。一応ですね、僕自身で今チェックしてると左しか聞こえないってことはちょっとないですね。なんだろう、今ちゃんと両耳聞こえてるような音になってます。ちょっと自身では多分両耳で聞こえてる。何かツイキャス側のトラブルですかね。
おしゃれだったら一回、スマホをリスタートしてみた方がいいかもしれないです。あ、ちょっとファウリングショーバラバラになっちゃった。ああ、そういうことか。なるほどね。久々に顔を隠さずに映ると老けた感じが。
Spotify NAPFC。Yo, what's up? I'm from the cell. You know the thing that I was talking you about.はい、時刻は午後10時42分を回りました。お届けしているのは35ミリと APS-C と愉快な価格たちフォトンチュスタジオでございます。ということで本日は私、ミキサーのキャンノンが一人でちょっとお届けしているんですが、早速ですねメールいただきました。ありがとうございます。では紹介したいと思います。ラジオネーム、進撃のめいちゃんから、あら今日はお一人様のキャンノンさん、こんばんは、来月9日が待ち遠しい。めいちゃんでございます。9日ね、頑張ってよ。ひふみずバージャック、いよいよ明日からの4連休のスタート、日曜日には1泊2日で、北部のホテルに宿泊。いいなあ、チケット当選したんだ。いいな、羨ましい。俺も行きたいな。その写真等は、来週金曜日に報告しますね。そして、今日はこんな感じに撮ってみました。どうでしょう。ではでは最後まで放送頑張ってください。千葉リオということでありがとうございます。じゃあ写真の方紹介していきたいと思います。めいちゃんこれいいよ。あの1枚目あのマウスにピント合わせてるんだね。マウスをこうやってで、あの周辺ねボケて、これポートレートモードかな、まあ、スマホで撮ってるんだもんね。結構このパソコンを、上にマウスを置いて、このマウスを集約として立たせるみたいな撮り方、この撮り方でいろんなものを撮ってみるといいと思いますので、景色だったり人物だったり、はい、もっとバランスの取れた写真、確かにだいぶいろんな表現が詰まってきていると思います。ありがとうございます。ではお次の写真、これもねなかなかおしゃれな、まあ一つだけお願いがあるとすれば、マスクはちょっと外した方が良かったかな。そしたらこのコーヒーがよく見えるからね。左側にねコーヒーを置いてパソコンがあって、後ろがめちゃくちゃボケて、で表に充電してるのはこれはイヤホンかな。イヤホンの充電ぐらいだったら全然なんか、邪魔感はないんだけど、まあ、マスクはね外しても良かったかなとちょっと個人的に思いました。はい、まあでも写りすごい綺麗です。まあ何を写したいのかっていうのもね、よくわかる感じですけど、なかなかパソコンの画面とかもねちょっとこだわってもいいかもね。何か撮った写真を写すとか、あの風景やってみるとか、まあ、普通にデスクトップやってみるとかね、はい、とてもいいと思います。じゃあお次の写真、あーいいね、これは夕日ですかね。はい、雲がすごい真っ白に出ている中、太陽が下に電柱に少し隠れてるのかな。はい、なので電柱とかね、街並みといいますか、まあ、下に建物とか映ってるんですけど、全部ねシルエットになってて、逆光撮影いいと思います。逆光撮影ねなかなか難しいんだけど、まあ、とても綺麗に撮れてる方だと思いますね。この電柱の電線の方のこの線の入り方、これもバランスがとても良くて、で電柱ちゃんと頭まで入れずにね切ってるところとかもなんかおしゃれやね。いやすごいね、めいちゃんだいぶ上手くなったねなんか上から目線で申し訳ないけど、いやとても、はい、めいちゃんのこの感性が生きたいい作品だなと思いますんで、またぜひぜひ、ホテルに行った時もこのような形で素敵な写真撮ってみてください。では次のメールも紹介してまいりましょう。はい、次のメールはですねブルーミーさんですね。はい、ワンオペのキャンノンさんこんばんは。どうも、3日後にはレベル30になるアタスだよ。レベル30、あ、はい、レベル32になるんですね。はい、おめでとうございます。僕はじゃあレベル34ってことなのかな、だよね、多分そういうことだよね。先週の土曜日、連休だったので写真を撮りに行ってきたよ。場所はハエバル、ハエバル町、大名の交差点近くの、ひまわり畑、若干枯れかけてましたが、まだまだ綺麗に咲いてるやつもあったので、17の50と55の、2、あ、そういうことね、
17mm、50mm のレンズと、55mm、250mm のレンズで撮ってやりましたという。 250mm とかね、圧縮効果出せるからすごく良さそうね。はい、あと、南城市にある、柿の花、これは、菊がですかね、で写真を撮ってきたので、貼り付けますのでよろしくということで、ありがとうございます。はい、では写真の方も紹介してまいりたいと思います。あ、めいちゃん朝焼けなんだ。あれ朝焼けなんだね。すごい綺麗に撮れてたよ、ありがとう。はい、じゃあ行きます。ひまわり畑、いいね。これは何ミリぐらいで撮ってるのかな。これちょっとズームしてるのかな。広角ではないね。はい、いやいいね。ひまわり畑ってなんかいいですよね。後ろの山、うん、これちょっとどういう場所なのかちょっとわからないからね、なんかいろんな工夫して撮ると面白そうですね。はい、じゃあ次行きます。これいい、これいい。アップでね、あの望遠で撮ってね。あ、さっきのは17mm50mm、 だいたい 30mm ぐらいまで望遠してるのかな。 50mm だったのかな。まあどっちなんだろう。まあ 17mm の広角ではないよね多分ね。今の、この2枚目の写真は結構寄りですね。これが250ぐらいで寄ってるのかな。すごい綺麗に後ろぼけて圧縮効果出てますね。はい、でひまわりのねこの真ん中に、3本ラインで並んでるような形で、ね、横並びになってるのもいいと思いますし、奥が綺麗にぼけてる。あー、これ素晴らしい。あ、でちょっとね葉っぱが少し白いけど、まあでも僕はこの白っぽい感じ好きです。まあ、色出したいとかっていう人もいると思うけど、これでタッチでねいろいろやると思うんですけど、僕は結構この淡い色表現いいですね、大好きですよ。はい、ではお次の写真。あー、これぞブルーミー、素晴らしい。暗いこのねあの道の中、これは林なのか森なのか、まあ林でいいですかね。下のちょっとね道が湿った感じのねこの苔の生えてそうなね雰囲気とかね、どう表現していいんだろう。沖縄の怖い話で出てきそうな感じ、いいと思いますよ。雰囲気出てるね。この暗いところでのこの光の捉え方、やっぱブルーミーさん得意よね。いいな。あ、そうなんだ、全部レタッチ済みなんだ。あ、じゃああの淡い色表現はわざとそっちに寄せてるってことなんだね。いやでもこの暗い表現もねすごくいいと思います。暗いけど全部潰れてるわけでもなくて、ちゃんとやっぱりレタッチしてるだけあって、この明暗さがね結構綺麗に出てる、この感じ素敵だと思います。はい、では次の写真。これはリフレクションですね。いいね。奥には青空が見えているこの状態で、木々の間から水たまりのリフレクションですね。すごく素晴らしいと思います。はい、そして、お次の写真、こちらは滝ですかね。はい、結構ちょっと距離あるね。まあでも、あ、これ滝に、あ、でも滝だよねやっぱりね。少しシャッタースピード調整したのかな。これ少し遅めにしてるのかな。いや、いいですね。この水がやっぱ流れる姿っていうのはいいですね。あ、でも水玉が見えてる、結構早いのか。おー、いや素敵なお写真です。お次行きましょう。あー、いいね。これこういうのいいよね、水の垂れてる中ね。はい、これ湧き水なのかな。じゃあこの水面のね泡立ってる感じとかね、この水玉がね跳ね返ってる感じとかね、こういうの好きです僕も。はい、プールの監視してた時にね、そういうの噴水の写真とか撮るの大好きだったんで、すごい共感できます。お次、あー、これね湧き水が吹き出し口の方ですね。これも結構パキッと撮ってますね。結構ねブルーミーさんこういう写真ね、一緒に別あのもう一枚同じ構図でシャッタースピードを落として、なんていうんですか、この真っ白になるような感じで撮るのも面白かったりするんで、まあその場合ちょっとね ND フィルターとかちょっと必要になっちゃうけど、結構そういうのにチャレンジしても面白いかもしれません。まあでもこういうパキッと撮ってる写真大好きです。はい、じゃあお次行きましょう。ひまわり、これ日の丸だね。日の丸構図ですね。真ん中にねパキッと一輪のねピンとなったひまわりがあって、その周りにねわーっ
て、この真ん中のひまわり綺麗だね、とても。もう本当に元気いっぱい咲いてるって感じ。やっぱちょっとしなってなってるあのひまわりも周りにあったりするけど、なんかね、その中で一番輝いているひまわりを見つけて、それをなんか撮ったっていう印象ですね。はい、では次、あ、そのひまわりをドアップですかね。あ、真ん中にね、ちゃんとミツバチがいて、とてもなんか、あ、いいですね。いろんな表現がやっぱ入ってますね。この色はいいよ。やっぱちょっと白っぽい感じ。うん、これあかねちゃんも多分好きなんじゃないかな。結構光をやっぱり捉えるのはやっぱブルーミーさん得意ですね。羨ましい。ということで、以上ブルーミーさんのお写真でした。はい、ブルーミーさん ND フィルター欲しいのよということで、そうね、あの可変 ND フィルターとかいいからね、おすすめですよ。はい、じゃあ気がついたらもうエンディングです。残り3分。もうそんな時間だった。どうしよう、俺の写真紹介、あ、写真というかカメラ紹介しようと思ったけど、3分じゃ無理だな。これまた次回に持ち越していいですか。すいませんね、後半でやるって言ったにもかかわらず、ちょっとこう今日は時間がないので、ZV-E10、そちらに関してはまた今度、紹介したいと思います。はい、ということで、またメール来ておりますね。ひふみさんからもメール来ております。ありがとうございます。はい、ではこちら、準備しましょうね。はい、ヘイ、キャンノン皆さんごくんちょう、ひふみですよ。王将の餃子食べ過ぎた。して、今日の1枚目は、四季な霊園を朝通り抜けるときに見つけた月と朝日、2枚目は、前に撮ったバイクのサイドミラー越しの夕日、3枚目は今日信号待ちで見たバス停に、荷物が置かれた不思議な写真。ってなわけでごっくんちょーということで写真いただいております。はい、こちらはさっきススキ、四季な霊園の方で、ちょっとこれサムネ画像なのかな、少し荒いけど、まあでも構図すごい素敵ですね、やっぱり。はい、真ん中に、日の光があり、この月を透けて見える。これ現物の写真で見たかったな。はい、じゃあお次サイドミラー、これもちょっとサムネイルなのかな。あー、いいね。まあひふみさんやっぱうまいですね。これ周り真っ黒の中、ミラーの反射で夕日が見える感じ。あのこの本当にミラーの中にだけ風景がある、この切り取り方すごい素敵だと思います。はい、やっぱお上手ですね。お次ラスト、これバス停に、あ、荷物じゃない、履物か、履物が置かれている写真。ちょっとホラーですねこれはね。はい、ちょっと怖いです。ということで、はい、今日も皆さんどうもありがとうございました。ブルーミーさん最後の2枚は 250mm で撮ったやつということで、先ほど紹介したブルーミーさんの写真は 250mm のレンズで圧縮効果出して撮ったやつということで、はい、素敵な写真皆さん今日もありがとうございました。もう残り40秒となっておりますけども、ここでお知らせがあります。なんとですね、この番組に出演していただきました、カバヤマカレンさん、はい、ミスユニバース沖縄代表として全国大会出場されてました亀山カレンさんが、なんと嬉しいことに準グランプリになったそうです。皆さんどうも、応援してくださった皆さんのおかげですよ。はい、ということで多分この番組に来ることはもうないでしょうそんなことはないかということで、皆さんぜひね、またいろんな方と語り合いたいと思いますので、この番組もよろしくお願いします。ではまた来週、さようなら。はい、ということで結構カツカツでしたね、意外と割と1時間いけますね。ということで、きんぴらもそろそろ来るのかな、いろいろじゃあ準備したいと思いますんで、皆さんこの辺で一回失礼したいと思います。今日もありがとうございました。どうもありがとう。じゃあこの後きんぴらごぼうの、キンキンピラピラお星様ラジオもぜひ楽しんでください。ではまた来週お会いしましょう。さよなら。